鴨の橋ロン、1話から結構えぐい事件だったね。串刺しとか、ほんと痛そうすぎる。ライバルとのバトルが、2期のメインになってきそうなので、これからも割ときつい事件がやってきそうです。以上、鴨の橋ロンのお話でした。